はい。酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。ちょっとね、カメラの位置変えてみましたが、はい。今回飲むのは、セブン&アイの、セブンイレブンの、限定商品、オリジナル商品かな。サントリーの、ザ・ゴールドクラスです。高濃度の旨味かけるキレと書いてあります。オールモルトビール。モルツビール。100% 麦芽使用。あれ？あ、原材料麦芽とホップなんで、アルコール度数 5.5%。100%、麦芽のタイプのビールです。それでは飲んでいきたいと思います。今回のつまみは、じゃじゃじゃーん。クラッツのチーズ味です。よいしょ。確かこれ、値段が、ザ・ゴールドクラスね。は、値段が、220円ぐらいだったか。まあ、コンビニですからね。高い。現在ですね。あそこにですね。あの、梅。今日買ってきたんですよ。梅酒の梅ですね。今、干してます。干してるっていうのは、なぜ干してるかというと、ちょっと熟成させると。色を、まあ、黄色く。今、ちょっと青っぽいんですけど、まあ、緑っぽい。じゃあ、乾杯。やっぱこっちの方がいいわ。なんか俺の部屋の汚さを露呈しただけだった。まあいいか。じゃあクラッツ。やっぱクラッツだね。確かクラッツが値段120円ぐらいじゃなかったかな。あ、やっぱうまいわ。クラッツ味が濃くてうまい。歯応えもいい。前回食ったあれよくはうまいわ。チーズの旨味とカリッと心地よい食感が、お酒の味を引き立てます。ビール本場のドイツでは、プレッツェルはおつまみとして広く親しまれています。でね、これアーモンドが入ってるんですよ。ローストアーモンド。地味に、ほら、アーモンド。これがまたいい。これアーモンド大好きなんですけど。んで、このザ・ゴールドクラスなんですが、実はコンビニで売ってるくせに限定、期間限定じゃないんです。書いてないんですよ。期間限定って。今、ググりましたが。セブン&アイ、サントリーと組、PB ビール、ザ・ゴールドクラスを発売。218円か。麦芽 100% によるコクと、高濃度炭酸によるキレとの両立が特徴。
味はね、ちょっとなかなか特徴的ですね。これは、香りが。うん。味というか香りが。非常に、なんだろうな。結構、アロマ。香りがね、なんか今まで飲んだビールとちょっと違うなと。うん。違いますね。なんだろう。これ、何なのかっていうのが全く書いてないんですけど、さっぱりわからないです。ちょっと他の人のレビューでも見ますか。うん。まあ少なくとも、一番搾りと違って、まあ麦芽 100% ビールですね。と違って、一味違うっていうのは、一目瞭然の。うん。若干違う。若干って結構違う。うん。うん。簡単に言うとね、香りが結構、なんかプレミアムモルツってほら、香り結構いいでしょ。あれみたいな感じ。うん。うん。ただし、よくよく考えると218円でしょ。コンビニだから。これコンビニしか売ってないんですよ。ということはだ。これだったら、エビス買った方がよくね。スーパーで。スーパーでエビス220円ぐらいでしょ。買った方がよくねって。思うんですけど、僕だけですか。多分僕だけじゃないはず。うん。そうですね。別に特に苦味もない。で、特に酸味もないんです。まあそこも、でも酸味が若干強いか。若干強め。ちょっと酸味がありますね。うん。まあだけど、やっぱ香りが特徴的というものかな。これはな。うん。うん。で、先ほどですね、全く関係ない話をすると、さっきちょっとビール飲みながら、まあ別なビールですね、普通の、以前紹介した、なんだ、あれなんだっけ、レッドエール。プレミアムレッドエールっていう。あれですね。地ビールの。あれなんて地ビールだっけ、やべえ、忘れた。まあ、いっか。を、飲みながら、カラムーチョの、カラムーチョってお菓子ですね。スナック菓子の辛さ5倍っていうのがなんか売ってたんで。俺辛いの大好きなんで、買って食ったんです。うん。カラムーチョね。
で、これがまた結構辛くて5倍なだけあって。うん。美味しかったです。これですね。カラムーチョチップスホットチリ味。辛さ5倍。で、そこに俺の、置いてあるんですけど、辛さ8倍のカラムーチョも買ったんですよ。売ってたの。で、あと、最近、またね、やっぱ夏に向けてなのか、なんかカラムーチョが結構いろいろ出てて、カラムーチョニンニクマシマシっていう、カラムーチョも出てて、それもそこに買い、買ったんですよ。うん。うん。ですね。まあなんで、結構辛いの好きな人は、おすすめです。うん。どこで買ったんだっけな？スーパーで買ったの間違いないんだけど。どこのスーパーでも売ってるっていうわけでもないんですよね。多分。どこのスーパーで買ったっけな、これ。そう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 。あと、カラムーチョだけじゃなくてですね。スーパームーチョ。スーパームーチョです。小池屋の、まあ、カラムーチョって、小池屋なんですけど。スッパムーチョのですね、お酢パウダーが 120% になって期間限定で新登場。これも買ったんです。酸っぱいやつ、ね。酸っぱめのやつ。で、あと、もう一個なんかその、酸っぱーい梅味っていう、まあなんかさらに酸っぱくなったやつも買ったんです。で、酸っぱいの俺好きなんですけど、うん、酸っぱいむちゃ美味しいですよね。俺大好きなんです。うん。うん、まあ、っていうね、どうでもいい話。で、以前俺食ったんですけど、ドンタコスの辛さ8倍っていうやつがあって、あ、10倍だ。スーパーホットチリタコス味っていう辛さ10倍のドンタコス史上最もうま辛い。これも食ったんですよ。うん。まあ、10倍ってほど辛くもなかったけどね。もともとはだってドンタコス自体辛くないからね。辛くないやつを10倍にしても大して辛くないっていう感じなんですけど。まあ、個人的にはカラムーチョの5倍の方が辛かったな。いう感じです。まあ、カラムチョ自体もともと辛いのコンセプトに作ってあるんで、まあ、そういうことですね。うん。あ、でもうまいわ。やっぱり。クラッツ。うん。あのね。うん。美味しい。味が濃い。やっぱ基本的に、うん、つまみになるものっていうのは、やっぱしょっぱくないとダメですよ。うん。しょっぱくないと。やっぱり。うん。まあ、うん。しょっぱいの嫌いな人もいるかもしれないですけど、俺しょっぱいの大好きなんですけど。うん。まあ。ちなみにうちのじいちゃんがめちゃくちゃしょっぱいの嫌いで、もうアホみたいに嫌いなんですよ。
あのね、以前、まあ、うちの母さんが、間違えて、味噌汁を作ってるときに、間違えて味噌を入れ忘れた。で、そのまま出しても、普通にね、普通に飲んでって、もう何にも文句言われなかった。らしいですね。っていう。で、話に詰まったので、うん、結構ね、あれなんですよ。なんだかんだ言うと、結構食うのが遅いので、うん。ね。まあ。俺的ゲーム続報、ジンで。お。で、ちょっと、気になったのが、今の子は大山信夫を知らない。弾丸論破のモノクマの声の声優誰？新人さん？みたいな。ガラガラ声で棒気味だし、下手すぎ。声優舐めてるとしか思えないな。っていう風なツイッターがあるらしいです。これはガチらしいですね。まあ、わかんないけど。まあ、うん、まあ、しょうがないかなと。うん。最近この弾丸論破っていうのは、まあ、人気ですけど。弾丸論破のっていうゲームがあるんですけど、まあ、ゲームっていうかもともとアニメなのかあれ知らんけど。うん。の、まあなんかドラえもんに似た体型のなんかやつが出てくるんですけど、そいつの声がまあ大山信代さんなんですよね。うん。まあ大山信代さんといったらか、僕たちっていうか、ね、初代ドラえもんを知ってる人間からすると、もう知らんやつはいないぐらいの存在なんですけど。まあ、これも時代かなと。まあ、ね、ドラえもんの声優が変わったわけですからね。確かに、ドラえもんの声優変わった当初は、ちょっと、なんか、違和感があったんですけどね。まあ、もう、だいぶ慣れちゃった感じ。まあ、といっても、ドラえもん見てないですけどね、最近はね。全く。夜勤で30年以上働いた人は、乳がんのリスクが2倍になるという研究結果に、夜勤女子は、今すぐ仕事を辞めろ。でさ、こう言ってるけどさ、30年以上働いた人ってまず、そんないないでしょ、夜勤で。で、しかも乳がんのリスクが2倍になってもさ、2倍ですよ、たった2倍ですよ。じゃ、例えば、100人に1人、乳がんになるとしましょう。実際知らんけど。それが100人に2人になったところで、別に大して変わんないですよ。実質。え？日本人女性の場合、16人に1人がかかるとされる乳がん。16人に1人もかかるの？乳がんって。恐ろしい確率高いな。ああ、それはやばいですね。16人に2人になったら8分の1ですか。患者の 20% が死に至る重大な病気だ。はあ。しかし未だ特効薬は開発されていない。16人に1人が16人に2人になったとして、8分の1ですね。で、8人に、
8分の1かける 20% だから。ん？ちょっと待てよ。患者の 20% が死に至るだから、8人に1人の 20% だから、かける5分の1すれば、8、5、40だから、40分の1か。実質普通だったら80分の1ので死んじゃうんです。人間。女性がね。80分の1で普通だ、死ぬんだけど、死ぬんだけど、夜勤を30年以上続けてると、40分の1で死ぬと。グラセフ5。プレイ動画来た。おお、来ましたね。グラセフ5。どれ？グラセフは俺、好きなんですけど。まあ、いいわ。まあ、グラセフ4自体も持ってないっていうか、プレス3も持ってないからな。欲しいんだけどね。ドラクエ10にドラクエ4のミネアが登場決定。え、なんでミネア？え、なんでミネアになった？ああ。占い師だから。注射するだけで呼吸を30分間しなくても死なない薬が開発される。適応と、リアル適応とが。いや、もう適応と怖かったな。知ってる人は知ってると思いますけど、ドラえもんでですね、海底祈願城っていう映画があって、あれ個人的にちょっとトラウマになったんですけど、適応とかけるんですよ。で、確か、何分間できる、なんか適応とって何分間続くんですけど、何分間までしか続かないんですよ、結局。でね、なんか、ジャイアンとスネオがなんか、なんだかな。なんか、宝だったかを独り占めしようとして、手柄みたいなの。一人占めしようとして、二人でこう、単独行動するんですよね。適応とかけたまんま。かけてることを気づいてないんです、結局。で、なんかこう、車でこう、海底をブワーって、疾走するんですけど、その最中に適応との効果が、切れ始めてきて、で、なんか息苦しいよ、みたいな感じになって、で、最終的に、もう、溺死仕掛けてる。仕掛けてギリギリでなんか、ドラえもんが助けに来て、みたいな感じの展開があったんですけど、あれがね、怖い。だって結局適応とっていうのは、息できる上に、海底ですから、まあ、水圧にも耐えられるんですよ。だから、もう、水圧に耐えられない。まあ、かなりの、海底祈願場っていうやつは、まあ、ね、海底の物語なんで、適応とがないと確実にもう圧死しちゃうんですね。水圧で。だから、なんか、そのなんか悲痛な叫びがね、リアルっぽくて、あれ怖かったわ。もうあれね、子供の時めちゃくちゃ見ましたよ、あれは。海底祈願場。VHS の、ビデオテープで。もう何回見たかわからん。
あの、もうね、もう再生しすぎてね、もう劣化しまくってんですよ、あれ。もうバリバリバリビ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 リとかって、画面がもう、なったりしてんだけど、何回も見ましたね。あれ面白かった。うん。でも弾丸論破、ここにね、書いてありますけど、弾丸論破の CM でモノクマ、さっき言ったドラえもんの声優やつですね、声優の人ですね、やつですね。コンビニに流れる。僕が誰だかわかる？わかる？みんなドラえもんと間違える。俺これ、体験版でやりましたけど、弾丸論破。別に面白くなかったけどね。うん、別に。わからんな。別に面白くなかったけどな。パンティのラインが恥ずかしい。最小限の面積の生地を貼るだけのパンティに進化したぞ。まあ、貼るパンティ。いわゆる、なんだ。前張りみたいな。エロいな。ウォーターサーバーの水6000億年分プレゼントします。とある配達水業者がふざけすぎな件。これむちゃくちゃだよな、これな。Twitter や Facebook でキャンペーンに参加すると抽選で1名様に合計172兆8000億リットルのお水をプレゼントします。毎月12リットルのボトルを2本ずつ。つまり、毎月24リッターか。6000億年まで無料らしいですね。アクアクララ社長からの注意点。当選者様が お亡くなりになった場合終了です。6000億年経過前にアクアクララが倒産したら終了です。地球上の水がすべて枯渇したらもちろん終了です。さらにビッグチャンス。キャンペーン応募者数が172兆8000億名に達したら、
全員が172兆8000億リットルの水をもらえる大チャンス。これさ、これさ、誰かやってくんねえかな。誰かやってくんねえかな、これ。キャンペーン応募者数でしょ？これ誰か福和が作りまくってさ、172兆8000億円、億名に達したらって書いてあるけど、達して、これ社長マジで、ふざけんな的な、賠償請求したいな。個人的に。誰かやってくんねえかな、これ。これ誰かやってくんねえかな？なんか腹立ってくるわ。こういうの。これの、これに対する、コメントですけど、アクアクララね、覚えとくわ。違うメーカーの水にするから。なんか腹立ってくるよな、こういう。なんか、腹立ってくるわ。地球の人口が60億から70億人ぐらいらしいです。あ、これ無理だな。払ってくるわ、こういうの。これ払ってくるな。ちょっと、ツイッターにコメントしとこう、これ。腹立つから。これ腹立つわ。はい。アクアクララって会社の水二度と買わねえわ。と、ツイッターしときました。ツイートしときました。腹立ってくるわ、これ。はい。ということで。そうっすね。これ四つ星。もう34分も経ってんだけど。それではご視聴ありがとうございました。